はい、では具体的な数値を見ていきましょう。まずリニアライフルです。カーティス射撃反動マイナス 20%、 チャージ時間マイナス 50%。 ハリスチャージ攻撃力プラス 15%、 チャージ時間マイナス 47%、 冷却性能プラス 21%。 リニアライフルについてはかなりチャージ時間が強化されてる印象です。次行ってみましょう。ショットガン、まずハルドマンが直撃補正がマイナス 7%、 これは大したナーフではないですね。そして皆さん興味津々のジマーマン、こちらが攻撃力がマイナス 11%、 衝撃力が大きいですね、マイナス 26%、 衝撃残留がマイナス 14%、 直撃補正がマイナス 12% となっております。このジマーマンの衝撃力のマイナス 26%、 まあ3割近くですけれども、これのナーフが結構影響大きいんじゃないかなというふうに思います。はい、近接武器の炸裂弾投射器のタイアンショーですね、こちらは有効射程がプラス 56%、 装弾数がプラス 92%、 リロード時間がマイナス 23% というふうになっております。まあ、有効射程がかなり伸びたんでやりやすくなってるんでしょうか。これあまり使われることないんで、とどんぐらいこの有効射程が伸びることで使えるようになるのかちょっと試してみたいですね。ではバズーカ見ていきましょう。バズーカはですね、パラメーターとしてはリロード時間が軒並み強化されております。上からマイナス 19%、 マイナス 14%、 マイナス 24%、マイナス 14% ということで、リロード時間が、まあ、パラメーター上は強化されてるんですけれども、それ以上に大きな変化点としまして、弾速の情報修正が入ってます。見えないパラメーターなのでどれくらい速くなってるかわからないんですけれども、使ってみた感じかなり速くなってます。なので今までバズーカ弾速が遅くて当たらなかったんですけれども、かなり当たりやすくなってると思います。次がグレネードですね。上から弾がプラス 25%、 リロード時間がマイナス 21%、 有効射程がマイナス 57%、 弾が 46%、 リロード時間がマイナス 20%、 有効射程がマイナス 61%、 砲弾数が 60%、 リロード時間がマイナス 29% ということで、グレネードの大きな変化点としてはバズーカと一緒で、このここに表されてない見えないパラメータ弾速、これが速くなってます。なのでかなり当てやすくなってます。それからですね、この有効射程の、まあ、DG だったらマイナス 57%、 イリジウムだったらマイナス 61% ですけれども、ナーフではなくてそのグレネードの仕様が変わって、有効射程に到達すると爆発が起きる仕様に変更されました。なので285メートルに弾が到達すると勝手に爆発します。今までは着弾しないと爆発しなかったんですが、この有効射程に到達すると勝手に爆発すると。こちらは245メートルに到達すると勝手に爆発すると。なので、まあ、戦うことが多い距離帯で有効射程が収まってるという感じですね。はい、次にプラズマライフルですね。プラズマライフルはネビュラがナーフになってます。でチャージ攻撃のナーフになってますね。でチャージ攻撃力がマイナス 10%、 チャージ衝撃力がマイナス 27%、 チャージ衝撃残留がマイナス 29%、 チャージ時間がプラス 59%ということで、攻撃力はまあ 10% のナーフなんですけれども、衝撃力ですよね、衝撃力がかなり減らされている印象です。じゃあ次行きましょう。ハンドミサイルですね。このゴーヤミサイルと言われているこのミサイルですね、こちら誘導性能がマイナス 18%、 リロード時間がプラス 30% ということで、
まあこれ使う人多かったですからね、きっちりナーフされましたね。次にグレネードキャノンです。グレネードキャノンもですね、ハンドグレネードと同様に有効射程に到達すると爆発が起きるように仕様変更が入っております。このアーショットはリロード時間の強化だけですね。で、ソングバードについてはナーフ入ってますね。攻撃力がマイナス 13%、 衝撃力がマイナス 15%、 衝撃残量がマイナス 16% と。で、グレネードキャノンについてはですね、弾速が速くなったっていう風には書いてないんですけど、どうなんでしょうね。これは試したいところですね。はい、スタンニードルランチャーですね。いわゆるワーム砲ですね。こちらかなりナーフされています。攻撃力とかは変わってないんですけれども、衝撃力がマイナス 29%、 衝撃残量がマイナス 22%、 直撃補正がマイナス 13% ということで、衝撃関係がかなりナーフされています。はい、次行ってみましょう。パルスシールドランチャーですね。これまああんまり使ってる人少ないし、使ってもあまり強いと思えないランチャーなんですけれども、弾が158%、 重量マイナス 10%、 EN 負荷がマイナス 38% ということで、なんかもっと強化してもいいのかなと。シールドの直径とかもっと強化してもいいのかなというふうに思います。はい、次行ってみましょう。デュアルミサイルですね。デュアルミサイルかなり強化されています。まあ全体的に 20% から 25% ぐらい強化されてるんですけれども、まあ、これだけ強化されると結構使ってみる人増えるんじゃないかなと思います。ちょっと当たりにくいかなっていう、近寄られちゃうとあまり当たらないミサイルだったので、まあ、その辺がちょっとね、環境が変わってどうなるかですね。はい、次行ってみましょう。はい、高誘導ミサイルですね。高誘導ミサイルはもう無視してもいいぐらい弱かったんですけど、攻撃力は強化されてないんですよね。誘導性能と誘導ロック時間が強化されてます。で、高誘導ミサイルも、ここには載ってないんですけれども、弾速が速くなってます。まあ、速くなったとてっていうのもあるんですけれども、まあちょっと、確認してみる価値はあるかなと思います。はい、次にニードルミサイルですね。ニードルミサイルは有能性能が 8% だけナーフされています。ただちょっとどういう内容だか詳しくはわからないんですが、弾道が安定した軌道になるよう変更が入っています。今まで安定してなかったのっていうふうに思うんですけれどもまあなんか安定したらしいです、弾道が。はい、コーラルミサイルですね。コーラルミサイルはやっぱりこれナーフされましたね。チャージ攻撃ですね。チャージ攻撃力がマイナス 18%、 チャージ衝撃力がマイナス 21%、 チャージ衝撃残量がマイナス 21%、 直撃補正がマイナス 11% ということで、まあ、非常にコーラルミサイルのチャージ攻撃強力でしたので、そこがナーフされていると。まあ、2割ほどですね。まあ、それでも結構強いと思いますけどね。はい、次です。レーザーオービットとレーザータレットですね。レーザーオービットについては、まあ、攻撃力プラス 11%、 直撃補正プラス 8%、 性能保証射程プラス 52%、 有効射程プラス 19% ということで、で、あとこのレーザーオービットについては弾速も速くなってますね。そしてレーザータレットですね。レーザータレットは今まで6回しか攻撃しなかったのが10回攻撃するようになったと。かなりの増え方ですよね。今まで6回だったのが10回になりました。なので、プラス 167%、プラス 167%、プラス 167% という、強化になっております。これだけ強化されたらね、ちょっと強いんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと、使ってみたいですね。実際に対戦で試してみたいなとタレット思います。はい、というわけでアプデの
具体的な数字をまとめてみました。参考になりましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。